演武開演。どうも。本日は卵が絡むとまた違いますね。こちらのぶっかけそばを食べたいと思います。以前食べたザルそばとはまた違ったメーカーさんで。あなたは会えた方が良かったかもしれませんね。ちょっと。温泉卵までついているということです。これは。そうですね。わさびもわさびになってね。はい、できましたー。では、早速いただきます。先日食べたザルそばよりもおそばの弾力がしっかりあって、ちょっと歯ごたえがあって、おそばの旨味を口中に広げてました。そこにうまく卵とつゆも絡んで美味しかったです。ネギとかあったらもっと美味しいのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。演武変演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。